すごい。なんかチーズたっぷりやな。普通にかける1倍っていうか2個ダブルで頼んでないのに。チーズたっぷりだな。グランドマザーカレー、ほうれん草、チーズ、ナス、トッピング。うまい。あ、ちなみに2辛でした。そうだ、いつも俺辛いなと思ったら2辛だ。うまい。うめえ。ココイチうめえ。ココイチってさ、ついついさ、トッピングしまくったらさ、カレー一杯の値段とんでもない金額になるよね。カレー一杯2000円とか使ったことあるからね、俺。トッピングしまくって。なんだろう、なんか普通なカレーだったら多分安いじゃん。多分400円いかないぐらいで食えんじゃない、ただのポークカレーとかなら。でも何もさ、野菜とか入ってなかったりするじゃん。その安いっていう部分もあって、一番安いやつだったら。でも行ったら行ったでなんかトッピングしたくなって、なんかトッピングありきのカレーじゃんこれ。トッピングありきで作ってる野菜カレー600円。そうそう、そんなんだったら安いんだよ。ただの野菜カレーとか600、まあでも600円でも考えても高い気もするけどね。野菜だけで。安いとこだってカレー400円とかで食えたりするもんな。学食とかだったらさ、300円ぐらいで食えない。まあ学食と比べるの前だけど。じゃがいも入ってます。うまい。うめえ。うまっ。めっちゃうまいわ。
前髪変なのは知っております辛いな。煮辛にするだけでだいぶ辛い。3辛でも相当辛い、辛いよね。5辛ね、頼んだ時死んだわ本当に。5辛を頼んで食べた次の日マジで死んだ。うん、うまい。ああ、口についてるな。なんか拭くもんないのかな。待った。カレー煮辛でも結構辛いな。煮辛でも結構辛い。煮辛でもね、だいぶ辛いわ。食べきりました。